乾いてるやないかいと、もうおい、もう乾いてるやないかいって、パタゴニアの社員さんほぼ全員持ってるニュースになってました。僕もめちゃくちゃ使うんですけども、はい、本日ですね、こちらバギーズショーツの比較をしてやっていきたいなと思います。ということで、毎年夏場になってきたらですね、このバギーズショーツを喋、らないといけない季節になってきたんですけども、夏で絶対バギーズショーツ皆さん通るじゃないですか。でバギーズショーツいいの分かってるんやけども、ショートもあるしロングもあるし、もっと言ったらコットンも去年出たし、もうそれで言うとナチュラルっていうやつもあるし、でどれ買っていこうかなっていうところをね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思っております。ちなみにこのバギーズショーツに関しては、ショーツとロング両方合わせることによってパタゴニアの社員さんほぼ全員持ってるってニュースになってました。っていうぐらい、もうパタゴニアの社員さんが愛用するようなパンツになってるので、実際いろんな人のレビュー見ていったら、いや実はねこれ20年僕履いてますみたいな人もいてたりとか、もう1着買っちゃったらもう何色も買っちゃいたくなりますみたいな人もいてたりとか、まあいろんな人がいてるわけなんですけども、まあ、僕の好みなんかもね若干ちょっと入れながらお話していこうかなと思います。今年からですね、バギーズショーツの値段が一応今見てる段階では8800円ということになっておりまして、ロングの方も8800円で出ておりました。でこちらのナチュラルですね、このナチュラルの方に関しても8800円出たんで、値段はまあ基本的にどれも一緒なんかなとは今の段階で思います。もし違う方はコメント欄ください。でコットンに関してはこれ昨年出て、今年今のとこまだ出てないので、もしかしたらもう今年出ないんかもしれないんで、まあ、さらっとコットンの方は行きたいなと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、まずバギーズショーツの方から履いていきたいなと思います。はい、とまあこんな感じなんですけど、やっぱりバギーズショーツって毎年春先とか夏に一回履いてみたら、あれちょっと短いかなって思うのがバギーズショーツあるあるなんですよ。毎年毎年夏ぐらいになったらもう慣れてきて、もうショーツの丈が短いのとかあんま気になってこわへんねんけども、なんか最初はねものすごい気になるんですよ。うわ、なんかちょっと短いかなと思ったりするんですけども、まあまあまあ、ショーツとロングはほんまに好みはね人によって分かれるかなと思うので、僕の視聴者さんとかでも結構ジムいてはるんですけど、そのジムで喋ってても、いやロングの方がやっぱり年齢的に俺はええねんっていう方もいらっしゃるし、いややっぱバギーズって言ったらショーツで短く履いてなんぼやろっていう方もいらっしゃるんですよ。だからまあこの辺はお互いをその認め合うっていう意味で、あの好みでいきましょう。で、それでまあいい方がいいじゃないですか。でちなみにこれね評価結構高くて 4.7 なんですよ。でバギーズショーツ の公式のレビュー、あのサイトからレビュー見てみても、かなりいいことばっかりしか書いてないので、例えば生地が丈夫とか、何回洗濯してもへたらへんとか、中のメッシュがすごいありがたいとか、そういういろんな、もろもろのいいレビューが非常に多かったですっていうのがバギーズショーツですね。で次がロングに行きたいなと思うんですけど、ロングがねこんな感じなんですね。だからウエストはもう全く同じところで毎朝履いてるんですけど、膝のちょうど上ぐらいに落ち着くような形で、インチ的に言うと2インチ違うんですよ。1じゃないですよ、2インチで。2インチって何センチなんかっていうと、だいたい 5.08 なんで、まあ5センチぐらい違うってことで、5センチ違うと結構雰囲気は変わってくるんちゃうかなと思います。でまあこれもまあやっぱ好みなんで、今のちょっとトレンドっぽくいくんやったらこっちの方がちょっとトレンドっぽさはありますよね。ちょっとゆったりしてるとかそういうのが結構多いのでトレンドかなと思うんですけど、この下からのアングルでねこう見てもらってても、まあ、こうやって足ピヨーンってやったりとかしてもね、ちょっとこう危ない、お稲荷さんちょっと危なくないと思うかもしれんけども、これ安心してください。あの全部バギーズショーツもロングもあのメッシュ入ってますので、あのお稲荷さんがこう見えこんにちはすることがございませんので、安心して見ていただけると。で次がですね、バギーズナチュラルなんですけど、実はこれがこの中でレビューの中で結構評価高いんですよ、意外とね。でなかなか皆さんここチョイスせえへんと思うんですけど、ちょっと一回履いてみましょうか。はい、次はバギーズナチュラルを、履いてみました。いかがでしょうか。これね見た感じそんなにめちゃくちゃいいって感じないと思うし、公式のホームページ見てください。何がええのって、これ何が良くてこんな評価高いのって、星 4.7 なんですよ。めちゃくちゃ評価高いけど、なんでなんていう感じだけど、吐いたら分かる。あ、めっちゃ軽いし、めっちゃ履き心地ええやんっていうのが分かるんですよ。このバギーズショーツ、バギーズロングですら快適でね、生地もそんな分厚くないって思うんやけど、ナチュラル履いてたらもう一個生地が柔らかいんですよ。だから履いててこう苦痛感がもう全くないっていうところで、結構履いてればしまうんやけども、デメリットも若干あったりするんですね。でちなみに僕はですね、今身長178センチなんで、竹野内豊さんの1センチ低いぐらいの身長でやらせていただいております。サイズがね M サイズで着用してるんですけど、このバギーズナチュラルもし買うっていう方がいらっしゃったら、サイズはねワンサイズ上でもいいかなと思います。まあ理由もちょっと後ではお伝えしたいんですけども、縮みがあるっていうところがね、それで考えた時にはサイズをワンサイズ上げてもいいかなと思います。で一応まあさらっと言っておきたいんですけど、バギーズのコットンですね、まあ、これ今年もないかもしれんけど、一応ちょっと50周年モデルっていうことで2023年に出たモデルなんですけど、ちょっと履いておきます。はい、とまあいかがでしょうか。ちょっと白でよくわからんことになってるけども、まあゆったりした感じですよね。で S もね買う時に履いたんですけど、これ S はちょっとちっちゃかったんですよ。でまあこれもコットンなんで、コットンも同様にやっぱ縮みあるって考えたらいいかなと思うんですけど、まだ一回も洗ってないんでまだ縮んでない状態ですけど、まあバギーズコットンはこんな感じになっておりました。でちょっとねコーディネートもこの真っ白の T シャツだけじゃなくて、今回履
履いてたパンツって全部黒 T シャツが似合うと思うんで、黒にちょっと変えますね。はい、とまあこんな感じで黒の T シャツに着替えてました。まあどうせやったら靴もちょっと涼しげに行きましょうか。あのサンダルで行って、こうやって手羽なんか履くとね、すごいちょっと夏っぽい感じになってきましたけども、いかがでしょうか。こんな感じでしょ。もう夏って言ったらやっぱこんな感じですよね。いい感じですね。でこういう形になっておりまして、じゃあ次バギーズショーツからね履いていきたいんですけども、これねどんなシーンにおすすめなんかっていうと、僕もめちゃくちゃ使うんですけども、ちょっと履き直しますね。これもね、バギーズショーツね、旅行の時とかもうめちゃくちゃ最高で、水陸両用やからもちろん海とかプールとかも行けるのは行けるんですけども、大体ね僕ねもう旅行行くってなったら絶対一着は持っていくんですよ、っていうぐらいこれはめちゃくちゃ使える。でしかもこうやって見てください、なんか足長く見えません？僕どっちかっていうと個人的にはバギーズショーツの方が好きなんですよ。ロングはちょっとこの辺に当たるのがちょっと気持ち悪いというか動きづらいっていう感じで、であとまあレビューとか見てる中でもサーフィンとかする方とかはやっぱ動くので、膝にこう当たらないように突っかからないようにショーツを選ばれる方がやっぱ多いみたいです。で街中で履くとかってなってきたらこうロングのところでも全然いいかなと思いますし、街中やったらロングの方が雰囲気的にはなんか今っぽい感じがするかなと思うんですけど、昨年ハワイ行った時も、バギーズショーツ履いてみました。それはこれじゃないんですけども、花柄のやつなんですけど、バギーズショーツ履いてたりして、もうとにかく乾くの早い。もう手洗いでね、旅行なんか洗濯機ないから、もうあっても洗濯機邪魔くさいから、もう石鹸でカーってこすって、で水ポポって切ってポンって干しとったらマジで乾くんですよ。次の日になったらあれもう乾いてんのっていう感じ。まあたまにね、スキヤとかで仕事できる人ってめちゃくちゃ注文してから入る時あるじゃないですか。炭火焼き鳥でもお願いしますって言って、ちょっと水飲んだら、はいって言って出てくる時あるじゃないですか。おいお待ってたやないかいと。お前もう炭火焼き鳥でも来ないし絶対待ってたよっていうぐらい、早い時たまにあるんですけども、それぐらい仕事できる人ぐらい、これ乾くの早いんですよ。だから、パーってやって、まあ夜でも干しときますと。で、まあちょっと夜中ちょっと眠いけど、来てちょっとしょんべんでも行こうかと思って、パッて顔になったら、あれこれなんかなと思ったバギーゾーツ、乾いてるやないかいと、もうおいもう乾いてるやないかいってなるぐらい乾きながら早いので、これバケツショーツもロングもそうなんですけど、やっぱちょっとでも面積が短いから、短いっていうか2インチ短いから、その分より乾くのも早いんちゃうかななんて思ったりしてるんですけども、まあそこは気持ちだと思いますけどね。バケツショーツを僕はよく履いております。で次ねロング行きたいなと思うんですけども、でね次がねこのロング、いやロングもロングでまだそれはそれでいいんですよ。あちょうどええなって感じもしてくる、安心感もなんか入れてあるんですよ。でもねこれたった2インチなんですよ。だからたった2インチなんで、まあ、三笘の2インチじゃないんですけど、パタゴニアの2インチっていうたった2インチしか違うくてもこんだけ違うんだっていう違いをね見せていただいたっていうのがこのパタゴニア様なんですね。確かに街中やったらこっちの方が自然は自然ですよね。これでまあ買い物とか行ったりとかするっていうのは全然自然やし、まあバーベキューとかでも全然これでバーベキューできたりとかするやろうし、まあそのまま川に飛び込んじゃうみたいなことも全然できるので、汎用性やったらロングの方がやっぱり大人は使いやすいんちゃうかなとは思うんですけど、やっぱ1点気になるとこっていうのはね、ロングでたまにある意見としてはここの裾が広がるっていう意見あるんですよ。だから要は見た目が悪いっていうことなんかな。こうテーパードをキュッてかかってるわけじゃないから、ここがこうひらひら横に広がるのがすごい気になるっていう方もいらっしゃって、まあそういう方とかはロングをあえて小さく履くっていう方もいらっしゃるらしいんですけど、まあそれはほんま人によってね全然違うので、そんなやり方あんのって僕も思ったんですけど、基本的に僕はもうサイズ変えずにもう S やったら S のままショートもロングも履くっていう感じで、まあプライベートはもうほんまにショートバギーズショーツばっかりなんですけど、そういった形でちょっと裾がこう広がるピラピラするの嫌やなーっていう方なんかは、まあブラックとかはねまあギュッてちっちゃく見える色味やけど、こういう柄とか、まあ、黄色とかで膨張色なんでより大きく見えるのがちょっと、まあ特に足のちょっと太い人、筋肉質な人とかはちょっと短く見えちゃったりするのが嫌っていう方もいらっしゃるみたいなんですけど、そういうことがバギーズショーツということになっておりました。で次がですねバギーズナチュラルですね。こちらですねバギーズナチュラルはねもうとにかくねこのままずっと家におれる、もう家でもうこのまま、ね、ああ疲れたって言うとこうやってうわ座っててもめちゃくちゃちょうどいいし、まあなんかもうそんなことやらんとちょっとコンビニでも一緒に行こうよって嫁さんとかに言われたら、はいはいはいほな行こうかって言ってもこのまま行けるんですよ。だからめちゃくちゃ便利なんですよね。でもちろん乾きもこれ早いので、実は使ってる素材っていうのがヘンプとコットンなんですよ。でヘンプとコットンって要はまあ麻と、まあ、綿っていうことなんですけども、まあ、乾きが両方とも早いっていうところがねすごい使いやすいっていう感じではなるんですけども、ちょっとこれヘンプがねすごい縮みがあるんですよ。で縮みがあるっていうのが一つと、二つ目っていうのが残念な
んですけども、すごいシワになるっていう、まあこれ今見てもらったら分かるかもしれないですけど、後でちょっとアップで見るんですけど、すごいシワがあるんですよね。だからそのあたりっていうのが、例えばコットンだけやったらこうシワになってもアイロンでガッて伸ばせるんですけど、ヘンプの場合一回シワになるとなかなか伸びづらいっていうところがね、ちょっとまあデメリットやったりするので、8800円でちょっと部屋着兼外着ぐらいって考えたらちょっと高い気ませんでもないんやけども、まあ、もうバリバリでバギーズショーツとかバギーズロングあるっていう人やったら、ナチュラルで結構もうちょっと楽に履きたいっていう方なんかは、これあのショーツとロングより楽ですから、そんなパンツあんのと、もうショーツとロングで完成だったじゃないですかと。でもうこの2インチはもう最高の2インチやから、これ以上数増やさんようにしてください、パタゴニアさんなんて言ってたりしたら、バギーズの、ミットが出るんかな、ちょっと1インチ差が出るんかな、いやいやいやベリーショーツとか出るんちゃうとかっていう話してたら、なんかしかナチュラルとか出だしたから、おい、そっちに行くんかいっていうことで、ナチュラルって今なんかパタゴニア味噌とか作ってますけども、あの野菜とか作ってますけどもね、なんかちょっと変わった方にピュンって行く。たまにこの思想をね、あの植え付けられるんですよね、パタゴニアの思想をこうちょっと植え付けくらいで、ちょっとそれは嫌やなと思ったりするんやけども、まあ、そういうナチュラルを、履いていただいたら、まあ、楽にはなるんちゃうかなと思います。ただちょっとさっきも言ったみたいに縮みとかあのシワとかになるので、あえて小さいサイズとかいかんでも、まあ、一個大きくても全然いいんちゃうかな。普段のサイズが S やったら M でもいいやろうし、普段のサイズが M やったら、まあ、これ L でも全然いいんちゃうかなと思います。ただめっちゃ楽ですよ、僕一時これもずっと部屋着にしてたぐらいめちゃくちゃ楽やったんで、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。で、まあ、バギーズショーツとバギーズロングに関しては、もうこれナイロンなんで、もうこれ全然普通に洗濯とかしてるんですけども、ガンガン洗濯もできるし、ガシガシやったって全く縮まへんし、基本的にこういうナイロンのやつがボロボロなって股が裂けてくるっていうことは考えれないんですよ。だから、強度はめちゃくちゃあるので、それこそ10年使いました、20年使いましたっていうレビューがちらほらあったんですよね。でも、あ、それは持つやろうなっていう。要はマウンテンパーカーと同じなんで、マウンテンパーカーもナイロンじゃないですか。あれってマウンテンパーカー使ってて、ここすごい破れましたとか、ここもボロボロなりましたっていう話ってあんま聞かへんじゃないですか。って考えた時に、それはもちろん工場もそうやし、で逆にバギーズナチュラルはこれちょっと近くで見てもらったら、まあやっぱシワとかがこう目立ちやすいっていう感じもそうやし、ヘンプ、まあ朝とかと一緒なんで、朝の例えばシャツとか、まあ、こういうのとかですよね。こういうのって新品、これ今新品なんですけど、新品の状態でも少しこういうちょっとシワ感があるんですけど、まあ、洗濯するとどうしてもそのシワ感が残っちゃうっていうところはまあ仕方ないんちゃうかなと思うんですけど、まあ、何より朝のいいところっていうのは軽いので、軽くて楽ちんっていうところがいいところで、逆に言うと大人の男性しかあんま使えないっていうか、あの子供とかがあんまり朝とかって使うことはないんで、大人の洋服とかで使われることが多いので、こう大人っぽい雰囲気にもなりやすいんじゃないかなと思うんですけど、そういったことで、いろいろ見ていきました。まあ、結局僕がまとめると、スポーツやってる人とか、あとまあサーフィンとかもそうですよね、そういう系をやってる人らっていうのはもうランニングとかしてる人もバギーズショーツやと思います。やっぱりこう走るたびにここ突っかかってくるの邪魔くさいのでショーツがいいと思うし、あとそれ以外にやったらノースリーブとか着る人、タンクトップとかそういうのを着る人とかもショーツになってくるのかな。バランスがめちゃくちゃ合うのでいいんちゃうかなと思うし、ロングに関してはこういったカットソー、 T シャツだけとかシャツ上から羽織るぐらいで街中でメインで着たりとかフェスとかって考えたら、もうこっちの方が、あのやっぱり逆にね、ショーツの方になってきたらフェスとかで履くと椅子座るでしょ、まあ、椅子座ってる時ってまあこの状態じゃないですか。ほなこの状態で丈短いとちょっと見えてます、だいぶこれやばいんですよ。だからまあショーツとかはこう椅子座ってキャンプする人とかあんま向いてない。もうこれめちゃくちゃ太もも出てくるから、もうカーに噛まれまくり、カー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 ってなってるから、逆にそういうのが趣味な人は向いてないとかっていうのもねありますので、まあロングはそういった、まあ、街中、あとフェス、キャンプとかそういう時には活躍するんじゃないかなと思います。でナチュラルに関してはちょっと新しいのなんか欲しいって人、もうバギースのショーツも持ったしロングも持ったから、ちょっとなんか新しいの欲しいっていう方なんかは、あ、これ素材変えてどうですかって、こうでめっちゃ軽いし、履いててもう履いてるかどうかわからんぐらい、俺ノーパンやったかなって思うぐらいめちゃくちゃ楽なんで、これはぜひいいかなと思いますが、ただこれ私服で履くってなったらちょっと難しいんかなって、僕は個人的にどうやって履いていいかわからへんからあんま私服で履かないんですけど、そういったところが違いになってくるんじゃないかなと思います。まあとは言いながらもね、毎年毎年こうやって喋ってますわ、バギーズショーツやロングの話とかして、どっちがいい、いや結局はこっちなんですって話するけども、人によってちゃうからね、もうどういうことも言いようがないんやけども、あとはご自身のライフスタイルで選んでください。足を長く見せたい、かっこよくスッと見せたい、ショーツになる、いや座るシーンが多いね、それはもうお稲荷さん丸見えないからロングにしなさいっていう感じでね、選んでいただけたらいいかなということで、本日はですね、バギーズショーツの比較、バギーズロングショーツの比較、ナチュラルの比較をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。